アストリーパフォーミングインコペンハーゲン、デンマーク、ジュライ2009リチャード・ポール、リック・アストリーは、イギリスの歌手、シンガー・ソングライター。イングランドのランカシャー州で生まれ、歌手活動をしていた時に、音楽プロデューサーのピート・ウォーターマンに見出される。華奢なルックスに似合わない、黒人のようなソウルフルな声が特徴である。1987年にストックエイキ金。 ウォーターマンのプロデュースのもとでリリースしたネバーゴナギブユーアップと、それに続く Together Forever が世界的な大ヒットとなり、スターダムにのし上がる。日本でもデビューアルバムの When Never You Need Somebody がオリコン洋楽アルバムチャートで1988年4月18日付から3週連続1位を獲得するなどバブル景気まっただ中のディスコブームに乗り、大ヒットとなり、 数回にわたり来日しテレビ出演やライブを行った。他、三谷サイダーのテレビ CM にも出演していたことがある。1990年代に入り、フリーやソウルフルなボディソウルといったセルフプロデュースの意欲作を発表するも、しばらくの間は人気の低迷が続き、その後、子育てのために一時休業するが、2001年にポリドールよりリリースしたアルバム、 キープイットターンドオン、そして、ファーストシングル、スリーピング、セカンドシングル、キープイットターンドオンがドイツをはじめヨーロッパでヒットし、さらに2005年にリリースしたアルバム、ポートレートがイギリス国内チャートの26位にまで上がり、見事に人気が復活した。ネバートゥーマッチなどのディスコヒットで有名な、ルーサー・バンドロスの大ファンで、リック・アストリーのソウルフルな歌声は、 ルーサー・バンドロスから影響を受けたと言われている。2012年7月21日22日放送のフジテレビの FNS27 時間テレビ笑っていいとも。真夏の超団結特大号。徹夜で頑張っちゃってもいいかなのテーマ曲に Together Forever が使用された。2014年11月には25年ぶりの単独来日公演を行い、また2015年には フジテレビのスマップスマップのコーナー S ライブに出演した。2016年アルバム50をリリース。デビューアルバムの When Never You Need Somebody 以来約29年ぶりとなる全英アルバムチャート1位を獲得した。2017年8月に来日しサマーソニックに出演。2007年頃から主に英語圏のインターネット掲示板でリックロールと呼ばれる。 引っ掛けが流行するようになった。これは興味を引くタイトルの動画をアップロードし、見た者がリンクをクリックすると、内容はリックのネバーゴナギブユーアップの動画であるという、俗に釣り動画と呼ばれるいたずらである。このリックロール現象により、その性質と歌唱力が改めて評価されることとなった。2008年には、同楽曲が全英シングルチャートで73位に、 再チャートインした。他にも2008年の MTV ヨーロッパミュージックアワードにおいてインターネットからの大量の投票によりベストアクトエヴァを受賞するなどしている。上述の通り、リック・アストリーは2017年8月20日のサマーソニック東京に出演しているが、彼自身のステージ終了後、同日のヘッドライナーのフーファイターズのステージに飛び入り、参加し、 ネバーゴナギブユーアップを熱唱した。これは、リックロールのブームの際、同曲とニルバーナの大ヒット曲、スメルズ・ライクティーン・スピリットがマッシュアップされたものがネット上で大流行したことにちなむ。リック・アストリーは、レーヌ・バウセガーと結婚しており、エミリー・アストリーという娘が1992年に誕生している。 1989年ジャパンツアー1989-2006年 80S ダンスポップサミット2014年トゥギャザーフォーエバージャパンツアー2014-2017年サマーソニック2017ありがとうございます